えー、埼玉県大宮の鈴木歯科医院です、えー、今日はですね。知覚過敏の歯磨き粉、知覚過敏についての、えー、やっていきたいと思います。あのー、話が長くなってしまうので、何回かに分けたいかと思ってるんですけども。あとは歯磨き粉2年ぶりですね。2年経つとこんなにたくさん出てます。今、ここに載ってんのほとんど知覚過敏のあのー、硝酸カリウムが入ってるってやつですね。 ですごい増えました。あとは後ほど、あの、歯周病の歯磨き粉、ガムとかですね。あと、専門的なリペリオとか出したり。あとは、ホワイトニングの歯磨き粉。あのー、今、いろいろ出てますよね。あとは、うん、オーガニックみたいな歯磨き粉とか、こう、プロポリス入ってる歯磨き粉で、研磨剤があまり入ってないよ。歯を傷つけません。みたいな歯磨き粉。だから、ホワイトニングの歯磨き粉の逆を言ってますよね。 真ん中取って歯周病あとは地覚過敏系で今すごく地覚過敏の歯磨き子がすごく多いですなんでかっていうと歯をすごく磨きすぎちゃってあの磨きすぎで地覚過敏を起こしちゃってる、えー、特に女性方とかがこう歯を白くしようみたいな感じで一生懸命磨いちゃったりあとは歯周病にならないように虫歯にならないようにっていうことでもこう 歯を磨いたりでもそれでもねやっぱり歯を白くしたいっていう方が研磨剤が入ってるんで歯が削れやすいかなっていうことがありますよねそれなので20代30代40代女性とかでだん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 歯ブラシこう続けてるとだんだん歯が染みてきちゃうだから中学生とか小学生で歯がしみるっていうのはあまりないですよねあのそれはまだこう歯が削れてないあの生えたてだから あの子供たちとか学生たちは虫歯に気をつけてで逆に20代とかの女性たちは茶渋とかすごい気にして歯を白くしたいで30代になって以降はだん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 歯周病とかが気になってとかあ,のあとは性別によって男性女性でも女性の方がすごくこういろんなこう歯磨き一生懸命やっちゃう傾向があったりあとは逆にね もっともっとこう歯ぎしりがすごくて歯がすり減ってすり減って歯がすり減ることによって歯がこうしみるっていう人もたまにこう出てくるんですよちょっと専門的な感じになってしまうんですがまあでも知覚過敏といったら代表的な原因は歯の際を一生懸命削りすぎてしまうことが多いですねこの歯の際を一生懸命狙って歯磨きをしすぎて だん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 、歯の表面っていうのはエナメル質なんで、あまり神経ないんですけども、虫歯とかで穴開いたりしてきたり、歯ブラシがすごく強くて、この際の薄いエナメル質がパリ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 こう削られてって、すぐこの黄色い神経の走ってる増血質が露出してきてやると、染みてしまう。知覚過敏を起こしてしまう。見た目ではわからないんだけどっていう方もいれば、もう明らかに歯の際がもう、 この虫歯みたいにこうやってガッて削れてしまうぐらい削っちゃって、そりゃ染みるよねと。ここだけだったのがだんだん口中染みる。もうどこだかわからないっていうぐらい染みる人とか。あとはあの、ま、他にもね、新型地下火瓶とかこう、いろいろな種類もあるんですけども、あの、よくあるのはそういう歯ブラシで。で、あとは歯ブラシがこうやって、電動歯ブラシでめちゃくちゃ、 強いかか押し当ててちゃってるとかブラウンの先ほどあの違う YouTube で出しましたけどもこっち柔らかめのオーラルビーブラウンですねこっちマルチファンクションのちょっと硬いだったから柔らかめが出てる時代なんで柔らかめがいいよとパナソニックドルツとかソニケアとかいろんな電動歯ブラシもありますがこれも毛先が柔らかいの選んだらいいのになっていうのはあります あの、なので、ここに手元にある電動歯ブラシだったら柔らかめのオーラルビーとか使ってねっていう感じがありますね。あの、歯ブラシでも、まあ相変わらずデンターシステマとかが、先がコンパクトで柔らかめで、あれで優しく磨いてねっていうのありますよね。こう、磨いた気がしないのって言って、一生懸命磨いちゃって、それが癖になってて、歯がしみるっていう人が増えてるんで、知覚過敏の。で、 あとは刃の方とかも多いですよね僕は矯正もしてるんで歯並びが刃の子たちがこう来ると地殻花瓶を起こしちゃってるなっていう人はいますよねあのー、歯並び綺麗になったらこれで終わった後にめちゃくちゃよく磨きすぎてって地殻花瓶を起こさないようにねってよく矯正の女性方には矯正の女性ってねやっぱり理意識もすごくた高くて歯並びも綺麗にしたいしホワイトニングとか 歯も白くしたい。あの、そういう若い女性が多いんで、それで知覚過敏になっていっちゃうっていうことも多いですね。で、あとはですね、あの、歯磨き粉の方の説明をしていきたいんですが、まずはトゥルーホワイトっていうのがあります。これ、シュミテクトのトゥルーホワイト。これ、あの、ホワイトニングもしたいけど、でも歯も傷つけたくない。しみるのを防ぐ。歯を白くするっていう、 両方いいとこ取りしてるっていうところを、まあいい点ついたなっていう感じです。これはね、研磨剤が無配合。あの、なのに歯を白くするのっていうのは、これは裏見るとですね、ポリリン酸が入ってんですね。ただ、これであの、黄ばみを浮かすっていうステイン、着色汚れを浮かせてブラッシングするっていうのがトゥルーホワイト。ただ、研磨剤がちょっともう無配合ですから、 めちゃくちゃこう触るとですねとてもクリーミーですねこの歯磨き粉あのー、そういった意味であのー、コーヒーとか紅茶とかブラックのコーヒーとかですねやたらこうストレートでミルクが入ってないのをガンガン飲むとさすがにトゥルーホワイト使っててもこの薬剤だけで黄ばみを茶渋を落とすっていうのがちょっと難しいかもしれないっていうのがトゥルーホワイト まあこれは本当無研磨派そういう方に研磨剤ゼロ白い美白ねこれがシュミテクトのトゥルーホワイト時々コマーシャルで流れたり流れなかったりであとはですね今こうやってたくさん出てますけど並べたのはねあのこっちの方がちょっとホワイトニングも入ってるシュミテクトホワイトニングが入ってる他の会社の ね、全部入りみたいな歯磨き粉も今たくさん出てるんですよ。あの次は逆にあの歯周病のシュミテクトでも歯周病ケアとか入ってますよね。こういう歯周病ケアナチュラルハーブこれ2年前にね僕あのこれとってもいい味でみたいな感じで言ったかもしれないですけど僕このシュミテクトの歯周病ケアナチュラルハーブ なんか味が良くて良かったなーっていうことでもうすっからかんで今これ空気入れてあるだけっていうぐらいよく使いましたねあのコメントで皆さんあのくれるんですけどあのこの歯磨き粉たくさん買って全部使ってるんですかってそれは2年かけてね一生懸命使ってでまた他の歯磨き粉をこうやって買ってまたこう使って2年もするととても違いがわかるんですよねおこんなに出たかってぐらい 一年とか半年だとじわじわ出てくるんでわからないんですけど、二年もやるとですね、もう数えきれないぐらい変わってますね。まあこういう死臭病ケアでも、シュミテクトは死臭病ケアと、あとは、これも出しましたよね、最近。シュミテクトの死臭病ダブルケア EX っていうの出ましたね。あの、ただの今まではシュミテクトは あの、研磨剤がこういう歯周病系だから、ちょっと少なくていいですよね。クリーミーで。だから歯を傷つけたくもないし、別にホワイトニングまではこだわってないんだけども、歯周病の方が気になるし、あとは染みるのを防ぎたいなちょっと染みるんだよなっていう、一生懸命こう磨いてるんだけど、歯周病気にすぎて、ちょっと染みるっていう方とかに。あの、歯周病ダブルケア EX。あの、紫のね、 シュミテクトってちょっと味が外国っぽくて強いな。なんでかっていうと、このシュミテクトって会社がね、グラクソスミスクライン。あの、外国なんですよね。これね、外国行くとセンソダインっていうので有名なんですよ。ここにも書いてありますよね。センソダイン。センソダイン、シュミテクトは海外ではセンソダインって名前で有名なんですけども。で、こちらの味の方がね、 ちょっと味がいいです。あの、紫の味が好きじゃないっていう方は、こっちの w x で、さらに、もうちょっとこう、日本っぽい、ミントの味がいいって言ったら、こっちの方がクールリフレッシュミントで、あの、こっちの歯磨き粉がちょっとまたピンク色っぽい色してるなと思ったら、こっちは本当に、こう、青い箱で青いタイプで、歯磨き粉も、普通に白いですね。で、味も、 普通のこのミント味。これだったら、死臭病ケアのシュミテクト許せるなって。味が好きじゃないなって好みが、シュミテクトのか、あの、患者さんとか、一般の人たち、皆さん、ちょっとこう、あの、好みがありますよね。シュミテクトは。で、あとはですね、こういうシュミテクトのダブルケア EX。あの、中にね、 IPMP 配合って書いてあるんですよ。あの他の歯磨き粉で CPC 配合っていうのも多いんですけども、これはね IPMP これ浸透殺菌って書いてあります。浸透殺菌。いわゆる僕らの歯にプラークがこうたくさんたまって、こう中学生とかですねあの小学生中学生とか高校生プラークがべっとりついてるとあれ。 もう歯の歯垢プラークの塊になってるとバイオフィルムって言い方するんですよ。要はちょっと分厚い歯垢の塊だと思ってください。その表面に CPC 配合、うがい薬でも CPC 配合、こうし、中にね、浸透しにくいっていう、表面だけでこうバイオフィルム、プラーク、バイキンの塊に対して中に浸透ちょっとしやすいんだよっていうのが、 CPC 配合の塩化セチルピリジニウムっていう殺菌剤より IPMP 配合の方が浸透するよっていうのを言いたいんですね。だからこの死臭病ダブルケア EXIPMP にしたよ。あとは MAG 配合で、まあ抗炎症薬も入ってるよ。だからこれでダブルなんだみたいな感じでダブル EX 殺菌と抗炎症作用で 歯周病の歯茎がちょっとズキズキ腫れっぽいなっていうのに助けになるよっていうのがこの2つの味でミントとちょっとこのいつものあの紫っぽいちょっと弱くなった味がありますねでまあだからシュミテクとは歯周病系が2つありますねこういうものがであとはですねもうシュミテク多すぎなんでまあちょっと今 途中で脱線するというかね。他の会社も出した方がいいですよね。あの、これもクリーミーで研磨剤が少なくてってなると、ガム。ガムって言ったら歯周病ケアですよね。歯磨き粉のガムでも、一応知覚過敏のハイパーセンシティブ。ガムプロケア。あの、ガムのプロケアシリーズも味が良くていいですよね。あの、あとは歯周病ケアの あのウエルプラスが2年前はあったんですがあのウエルプラスなくなりましたねプラスっていう時代になりましたがあのまあ新先制殺菌とかいろいろ言ってますがガムの歯周病の中でもプロケアシリーズの中のハイパーセンシティブってかっこよくあの知覚過敏を英語で言うとハイパーセンシティブまあこういうのを出してますね花瓶ホールをこう 塞ぐよっていう箱に書いてありますね。まあ、これもいいと思います。研磨剤が少ないんで、やっぱり歯を削らない。で、中の殺菌剤は、塩化セチルピリジニウム CPC 配合ですね。もちろんフッ素も入ってますが、まあ、6歳以上で、あの、リフレッシュシトラスで、これも、クリーミーで、味いいですね。これはね。で、あとはですね、 ちょっとたまに違うものと言ったら、デントヘルスとか、これは二つは、ライオンですね。クリニカのシリーズですね。デントヘルスクリニカはライオンなんです。さっきのあの、ガムはサンスターですけどね。サンスターは、あの、オーラル、オーラ2とかですね。オーラ2はもう全然歯周病じゃなくて、逆にホワイトニング系ですよね。茶ブをステインを落とすオーラ2。 で、あとは今、デントヘルスと、あの、クリニカ、プロ。で、デントヘルスはですね、ちょっと高めですね。これちっちゃいのがお試しで売ってます。500円ぐらい。で、デントヘルスっていうのは、よく昔から、歯周病、歯槽脳論にっていうので、よく知られてます。で、これもね、2年前はデントヘルスは、知覚過敏のこのシミルブロックっていうのはなかったと思いますが、 これがいつの間にかですね、歯槽濃炉、デントヘルスでも、ちゃんとシミるブロックっていうのが、これ、この前コメントでですね、あの、デントヘルスのシミるブロック使ってますっていうのを教えてくれた方がいて、ありがとうございます。早速買ってきて、こうやってちょっと紹介してるんですが、まあ、これもね、フッ素も入ってるし、やはり中が、こう、クリーミーです。とてもクリーミー。 あの、歯を傷つけるっていうのはまずないですよね。こういう、四角過敏系の歯磨き粉っていうのは、あの、歯を傷つけないんでいいと思います。だから逆にね、ホワイトニングホワイトニングっていう歯磨き粉よりはもうまず削れない。で、あとはクリニカの、これも出てますよね。あのね、クリニカって、2年前はただのクリニカでしたよ。あの、これが普通に、 コンビニで売ってましたよね。で、今もコンビニで売ってます。で、最近ちょっと、クリニカホワイトニング出ましたね。こっちはちょっと研磨剤入ってるんで、あの、削りすぎないようにっていうのがちょっと注意なんですが、クリニカプロっていうのが出ましたね。あの、クリニカプロは3種類あります。あの、今何でも入ってるっていうのが多いんですけども、オールインワンです、これ。 あとは、クリニカプロ、地格過敏、クリニカプロ、あの、ホワイトニング、3種類言ってます。あの、オレンジのクリニカっていうのが、やはり2年前にだんだん発売されて、今のこのブルーの、ブルーと銀の、こういうシリーズのクリニカ以外にも、オレンジのクリニカ、地殻過敏、えー、オレンジのクリニカ、ホワイトニングとか言ってたのが、だんだん今度はクリニカプロっていうのにして、 えー、7大リスクケアオールインワンっていうので味がちょっと違ったりこれすごくフルーティーで美味しいですねあのリフ,レフレッシュクリーンミントって書いてありますがこれとても美味しいですで知覚過敏とあのホワイトニングで3種類またこうやってかっこよくね箱で出してますよねこういう箱でただこのオールインワンも知覚過敏の薬入ってます あのクリニカプロカカビンとナダイダイディスクにもこれカカビンの入ってるじゃないってえって思うんですが多分濃度の方が多少違ううんでしょうこの前あの大学の先生とかがあの結果から言えばシュミテクトの歯磨き粉の中でこのみんなこう硝酸カリウムっていう歯のカカビンを 防ぐ薬が入ってるんですけども、裏見ればもう、あの、硝酸カリウム、硝酸カリウムって書いてあるんですが、濃度の違いで一応高いって出てるのはシュミテクトだそうです。で、あとはこういうクリニカプロとかでも、特に地格化瓶ケアだったらやっぱり地格化瓶の、えー、硝酸カリウムがちょっと濃度が日本の薬事法の中でもこう、 ちょっと高めだったり、こっちの方がちょっと薄いのかもしれないですね。その代わり、こっちは、一応歯も白くしますよってことは研磨剤がちょっと入ってるってことで、クリニカプロの地殻過敏だったら逆に、あの、研磨剤ちょっと少なめにしてる。ね。で、逆にクリニカプロのホワイトニングだったら研磨剤が入ってる。これは程よく研磨剤も入れてるし、地殻過敏を防ぐ、えー、硝酸カリウムも入ってるしっていうね。 7大ケアとか言ってね、こう、あとは歯考分解除去する DEX、デキストラナーゼの酵素が、日本唯一で歯考分解除去する酵素が入ってるよっていうのをクリニカプロは押してますね。虫歯も防ぐし、もちろんフッ素も入ってるし、あとはこうビタミン E まで配合して、一応歯周病も防ぐよ。で、知覚過敏を、ここに書いてありますね。あの、硝酸カリウム配合。 で、口臭を防ぐ。歯を白くする。歯石沈着を防ぐ。かっこブラッシングによる。みたいなね。こういうオールインワン系もだんだん出てきてます。あの、難しいですよね。選ぶのに。シュミテクトだってオールインワンみたいなのあるんですよ。こういうコンプリートワン EX が。シュミテクトは。コンビニ行くとね、コンプリートワン EX っていうのが売ってます。これです。シュミテクトコンプリートワン EX。 コンビニ行くくとよく見ますね歯周病ケアとかも売ってるんですがで今さらにこれはね700円740円750円ぐらいですけどこれまた新しくなって980円1,000円近くなってホワイトニングを追求したプレミアムっていうこのコンビニで売ってるのは今これですけどそのうちこの1,000円近いプレミアムホワイトニングっていうのも出てます。 これ買い間違えないように気をつけてください。あの、研磨剤が少ないのはコンプリートワン EX 止まりの方がいいと思いますが、ちょっと刃ももっと白くしたい、ちょっと研磨剤入ってる方が私はいい、ホワイトニングの方がいいんだけどって言ったら、こっちなんですが、ちょっと値段が高いかもしれないよっていうのと、あとは、知覚過敏に気をつけてください。矛盾してますよね。シュミテクトって知覚過敏すぐ薬入ってんだけど、 プレミアムホワイトニングになるとちょっと研磨剤入ってきますから、似たので、ありますよね。これも前からあります。シュミテクトホワイトニング EX ダブルホワイトニング成分で、これは、あの、ダブル、ダブル、なんていうのかな、シリカがこう、2種類入ってますみたいな、ステイン除去で、 アルミナと改良ツインシリカのダブルホワイトニング成分配合って書いてあるんですが、この絵にある通りキラキラしてるガラス、ガラスみたいなこれ、シリカなんですけど、ちょっとこれも入ってるんで、この二つは少し優しくホワイトニングって書いてありますけどね。あの、茶渋が気になるよ、でも歯もしみるんだけど、近く髪を抑えたいっていう方は、これですよね。 似たようなのもう一個あるんですよ。これもまた1000円ぐらいして高いですけど、美白って書いてありますよね。美白。システム歯茎プラスの美白。あの、で、オールインワンシリーズですね。得意の。えー、歯茎プラスで歯周病にもいいんだけど、えー、8つの機能全部を1つに。これもオールインワン系です。あの、欲張りな美白って書いてありますが、これもですね、さっきの、 シュミテクトコンプリートワン EX だけとホワイトニングプレミアムっていうのと似てますね値段も1000円近いあのこれと間違わないようにっていうのがこれのさっきのちょっと安いくなったのがこれですね違い分かりますかっていう感じですがあの美白って書いてないですよね だから研磨剤がこっちの方が少ないんで歯にはあまり傷つけたくなくてっていう方はこっちで740円ぐらい750円ぐらいこっち1000円ぐらいねなのでちょっと歯も白くしたいって言ったらこっちだしいや別にそこまで別に歯が削れるの嫌だなホワイトニングまで気にしてないわっていう人はこっちですねあのー まあ、こうやって死臭病も防ぐ、口臭も防ぐ、虫歯も防ぐ。で、こういう CPC 配合とかで、殺菌力もあって。で、研磨剤がちょっと強めに入ってたり、研磨剤がなかったり。もう、キリがないですね。あの、話してたら。もう23分くらいになっちゃいましたが、趣味テクトあともうちょっとだけあるんで、ここで、最後、趣味テクト デイリーケア。これ相変わらず、これが一番コスパがいいです。コスパのいい歯磨き粉どれって言ったら、それはもうシュミテクトの普通にデイリーケアが安いですよね。でもこれ結構いいですよ。あの、研磨剤もほどほど。ちゃんと知覚過敏も入ってる。フッ素も1450で入ってる。あの、ちゃんとこれで磨けていればそんなに問題がない。歯周病ケアの炎症作用とか IPMP まで入ってはいないけども、 あの、普通に、歯ブラシで、ちゃんとプラークを落としてれば、これだけでも十分、あのー、綺麗になるんですよね。もうちょっとホワイトニングだとか、歯周病ケアにしたい人は、さっきの方に戻るぐらいで。あと、最後、シュミテクト出すぎですよね、いろいろ。エナメルケアとか、あのー、三色紙にとかいうの、いろんなの出てますけど、これはですね、あのー、 知覚過敏でも歯の削りすぎっていうので知覚過敏の人もいるんですが歯ぎしりの人でだんだん歯がすり減って増毛質が出てきちゃって知覚過敏になるタイプのこう新型知覚過敏とかっていう表現を大学の先生が言ってましたがもう一つは三色紙で歯が溶けやすいコーラみたいな飲み物をガ,ンガ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 ン飲んでてだんだん歯が溶けやすい人とか あと、レモンみたいなすごく酸味の強い酸性飲料水をガンガン飲んでると、ちょっと歯が溶ける。ギシギシする。あの、今のね、あの、飲み物より、僕が子供の頃のコーラとか飲むと歯がギシギシってしましたよ。だから、炭酸がめちゃくちゃ入っててとか、歯を溶かす飲み物とかで、えー、歯が溶けてしまうエナメルを、 それをな、直すというかね、補助するミネラル高吸収処方、エナメルホワイトニングシリカ配合、シャイニーミント味、こういうね、ちょっと微妙なところの位置にある、知覚過敏を防ぎながらエナメルケア、えー、白く輝く健康な歯へっていう、こうね、あの、歯医者さんに聞いてもみんなちゃんと答えられるかわからないような、あの、いわゆるね、 まあ、名前の通りだよって言うしかないようなぐらいの先生とか歯科衛生士さんが多いかもしれない。裏見ればね、やっぱり三色脂に着目したエナメルケア、エナメル質をとにかく歯の表面のエナメル質が三色脂で溶けちゃうのを、あの、ミネラル高吸収処方で歯が溶けないようにちょっと補助剤が入ってるよっていう方が、 だから炭酸の飲み物めちゃくちゃ飲みます。それでいて歯もしみるんですけど、あの、こういうね、ちょっと新型知覚過敏系っていうのかな。それに対応してるのがシュミテクト、エナメルケアでした。これでね、結構今、えー、かなり説明しました。26分、27分ですが、まあ、ここら辺で一度切りたいと思います。 次はねあの逆に歯周病とかあとはこういうのでちょっと似てますけど研磨剤無配合系も後でオーガニックのやつとかね説明したいと思いますありがとうございましたあのまたね話が27分とかなってしまいましたが最後まで聞いてくれた方ありがとうございます、えー、あとは高評価ボタンよろしくお願いしますやる気につながりますんで是非お願いします あとはコメントいただいても全然構いませんし、コメントいただけると、あこういうのもあるんだなとかありますんで。で、あとは、えー、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、ありがとうございました。